up guys? 今日はね、これ BOT、バトルオブタイタンズだね。これ、古い Android のバージョンじゃないとインストールできなかったということなんだけど、あれ、これひょっとしてバーチャルマシン、携帯にインストールすればできんじゃねっていうことで、インストールしてみたの。で、まあ、これ初めて画面開くんだけど、いきなりブラックマーケットニューデリバリーって来てるの。大丈夫かこれ。ネット ?EC?EC?EC? 何 EC って。え ?EC って何これ ?Yes。ん?いや、これ、あれだよ。インストールして、最初に開いていきなりこの画面なので、EC が何だかわかんないんだけど。何 ?EC はここの、このゲームの中の通貨かな?まあ、ちょっとわかんないな。でも、あれだね。でも、このメイン画面、メインメニューの画面は、思ったよりもわかりやすい。なんか、その、正直アーマーアタックとかよりわかりやすい感じかな。インストールアップグレード、待って。今、俺が EC、35万持ってるね。どうしようか、これ。ちょっと、これ音大丈夫?こんぐらいにしとく?よし。ちょっとわかんないな。とりあえずほっとこう。一回もまだゲームやってないから。で、この画面はいじくれないんだね。確かこれってあれだよね。このゲームってさ、ちょっともう出てくんな、戻る。このゲームって確かハンガー重量制になってた気がするんだよね。あ、これなんかメックっぽいね。まあ、確かにあれだな。こうやって見ると、グラフィックとかはすごくいい感じがするね。アーマーアタックとかロボットウォーなんとか、ウォーフェアだっけ?あれに比べるとかなりいいかな。リプレイス戻す?なんで?これでいいんじゃないの?で、スペースゼロ?ゼロになってるよ。こっからピックアップしなきゃいけないんじゃないの?何これ?なんかちょっとこいつ動きがちょっと微妙な。なんか似てんだこれ。なんだこれ。これも上半身が飛行機でそれに足つけた感じの見た目してるね。あれに似てんのかな?俺が昔パタヤの空港にいた、なんでアントノフだっけ?ウクライナのなんか、飛行機。これか?リプレイス。リプレイス押してみよう。ん?何?リプレイスも何もだってさ、そもそもプレイスしてないじゃん。ちょっとわかんないんだけど。どうすんのこれ。こうして、これをハンガーに持ってくんじゃないの?リムーブトゥーストレージ。リムーブって消すって意味だよ。なんで?こっから普通の画面に。なんだこれ?来ないか?フレンド的な?you have no friends. 友達いねえよ、みたいな。バトル。いきなりこれでいけんだ。この3体が最初にもうハンガーに入ってるってことかな。グラフィックは思ったよりいいね、これ。これマッチしないんじゃないの、これ。どうせ全部ボットなんじゃない?これあれだね。YouTube とかで見るとなんかしょぼいなって感じがするんだけど、実際の画面をこうやって携帯で見るとね、かなりグラフィックはいいよ、これ。何これ?勝手に落ちちゃった。あれ、俺こいつ選択した記憶ないんだけど。まあいいや。まあいいや。上下の A もあるんだね。遅いなー。これあれだなぁ。なんか似てんなぁ。メックウォリアーそのまんまだな、これ。多分。遅い。何これ。なんかいきなり漢字出てきてよ。漢字の、なんだろうこれ。ちょっとよく文字が見えないな。漢字が読めないな、これ。これは、これ味方?味方が何人いるのかわかんないんだけど。3人。いた。なんだ?どっから撃たれてる?これ。うわ、これ。
視点移動が結構めんどくさい。 C C 取んなきゃいけないんじゃないの。俺が味方は E に行ってるけど C までの距離とか分かんないな、これ。あ、山は登れないんだな、これ。じゃ C 取りに行くか。もう移動がメインのゲームみたいになっちゃってんだ、これ。これ何、これ。いた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 、なんだこれ。で敵は、敵どれ、分かんないどっから撃たれてるかもよく分かんない。いた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 、なんか、あ、上にいた、上に。こいつね、こいつを、あ、なんかよく分かんない。あー、この上下のエイムがちょっと携帯としてはめんどくさいかな。何何、ちょっと待って、 C のビーコンどこだ。今俺が C にいるの。ビーコンの目印なくね、これ。ないなあ。あ、なんかでも右上見るとなんか上半身にダメージ食らってるみたいな感じの。これは、あ、一応これウォールボ的な感じで一つずつ別個に打てるんだね。これ何？Warning. Terrific rotation drives offline. 何何何？距離わかんないんだな。あ、出た。Systems critical catastrophe. おい。じゃ、この一番可愛いやつを C に、C に投入。C を押してるよ。シートアップしてるよ。お、来たね、いいね。ドーン。この衝撃に耐えられるのにさ、相手のあの、この弾丸に耐えらんないっていうのはちょっと理論的におかしいんだけどさ。ほんまいいや。なんだ。なんだなんだよ、お前。なんだお前は、この野郎は。あ、こいつ早い。早い早い早い。これ早い。あ、なんか、通り過ぎた今。右側に。なんだこいつ。あら、当たってるかどうかは非常に分かりにくいな。なんだこいつ。さっきの、これ、俺が使った機械と同じだったね、これ。分かんない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 。なんか、あ、なんか味方っぽいの来た。頑張れ。なんか、味方のあの、なんだっけ、なんとかの巨人、車輪の巨人。車輪の巨人、あ、やられたよ。もう一回 C。C 取られた、これ。あ、これあれだ。バトルフィールドで言う、なんだっけ、これ。このモード。おっと、4脚は山を登れる。だが遅い。なんだこれ。ジャンプできた。ジャンプできる。あー、このゲーム確かにアップデートなくなってしまったのはかなり惜しいな、これ。作り込みはすごくいいぞ。あれ？なんか勝手に打ってるよ。なんで？これすごいな、このゲーム。これはすごい、これは。これ、あれだな、エイムとかちょっと変えれば、かなりヒットする要素は含めてるよね、これ。当たる、これ。あと、これ当たってる感がちょっとよくわかんないんだよね。当たってんのか当たってないのか。これすごい、すごい、すごい。これはすごい。ジャンプ。ビョーン。いや、これ、ぶっ壊れるだろ、普通にこんな衝撃で。あと、リアル的なことを言うと、こんだけの衝撃に耐えられるロボットを破壊できる弾丸が撃てるんだったら、山とか吹き飛ばせるはずだからね。何あの、コサックみたいなやつ。コサックじゃないの、あれ。何撃ってきてんだ、てめえ、この野郎。エイムを変えたい。エイム変えるボタンがない。スペシャル？あ、なんか撃った。スペシャル撃った。死んだんじゃない相手。いやいや。ちょっと待って、今、ここにいた敵どこ行ったの？あ、いたいた。スペシャル、スペシャル復活してる？スペシャル、あ、なんか降りてきたぞ。なんか肝なんだか、あいつ。スペシャルだ、お前は。死ぬっぽい、死ぬっぽい。自分の HP 的なもんが見れないね、これ。どこにあるんだろう。あー、右上か。これ HP ないシステムか。いいね、これ。出したらワンパンで死ぬやつでしょ。まあ、リアルはそういうもんだからね。なんか上半身が、なんか上半身やられやすいな。足の方がなんか持つってのはどういうことだ、これ。カニかこいつは。あ、なんかすごいすごいすごい、スペシャル。全然やられたよ、これ。あっという間にやられちゃったわ。どうしよう。ちょっとディーブ。おう、ん？あー、あ、終わった。リーブとか言ってる前に終わった。
これ何？両動作なんとかってこれ。これクリックできないってことはボットなのかな？クリックっていうか見れないってことは。ああ、これでも、これ、このゲームめちゃくちゃ化ける可能性秘めてるな。すごく惜しいな。もう一戦いくか。ん？何これ？何？何これ？よし。いや、これ思ったよりいいな、このゲーム。ん？何これ？ああ。アップグレード。いいし。え、結構飛ぶな、金。まあいいや。何をアップグレードしたいの？スプリントエクステンダー T1。おう。え、今さ、金取られたけど、その後に Not Available って出たんだけど、何？何なの？マジで。え、今金だけ飛んだんじゃないの？これ。これ、ちょっとこの、うん、こいつアップグレードしたいところだけど、どうなんだろう。でも多分ね、あの、雪山がずっと戦場になるんだったら、こいつが一番強いんだよね。四脚の。え、っていうか、俺のさっきのかけた金返せよ。何に飛んだんだよ。何これ。ヘビーアーマー？ヘビーアーマーいっとくか。よし。ん？ん？はい。え、ちょっとさっきの金めっちゃ惜しいんだけど、金っていうか、なんだろう。この、アーチス、イエス。で、Go to Bank。バンク。あ、これ課金みたいな感じか。もうちょっとこれ分かりやすくしてほしいな、このアップグレードのあれ。あ、まあいいや。とりあえずこれも、あ、これ足んないわ、金。え、さっきのいきなり金吹っ飛んだの何なの、マジで。じゃあ行こう。はい、バトル。4脚がちょっと強すぎる気がするな。そしたらみんな4脚しか使わないと思うんだよな。2脚の楽しさがね。そもそもこれはなんかスケール感的にもうでかいのがもう目に見えてるので、あんま可愛さはないんだよな、このゲーム。お、ステージが、いや違う。またこの雪山か。もう寒いとこ苦手なんだよ。どうしよう。A。広いところからね。広いところから行ってみよう。ちょ、こいつじゃない、こいつじゃない。こいつじゃない。これ。これ A。よし。可愛い感じでね。よし、行こう。よし、みんな行こう。あ、コサックいる、コサック。俺もあれ欲しい。コサック何やってんの？何つまずいてんの、コサック。これでもなんかコサックっぽいけど、アーマーアタックのあのキモいやつっぽく、もあるね。よし、みんなで行こう、みんなで。早いんだよ、こいつは。多分。これ敵な、なんかレーダーとかないの？あったてて、痛い。お前、ふざけんなよ。戦闘はすごくアーマーアタックっぽい。死んだのこれ。わかんない。あ、いるわ。コサック的なやついるわ。なんか、デストロイとかなんかキルとか出てほしいな。ちょっとわかんないんだよね。ほんとに。あ、またいる。スペシャル。アイムがロックオンされてないのか、されてんのか、してんのかよくわかんない。あ、また、ちょっとね、やられそう。回復。メンテナンス。コサック、頼む。コサック援護しよう。コサック。ここはいけた？あ、いけた？コサックやった？なんか戦闘慣れしない？みんな。なんか来たぞ。戦車みたいな。なんだこいつ。なんかヘビー級のやつ来た。こいつ。いやー、ちょっとわかんないって、これやったのかやられたのか。この、なんかちょっとあの、コー・アントニオ猪木みたいな感じの顔してるこいつで。
あのね、下がってる時になんかこの嫌な気持ちになるんだよ。気持ち悪くなるんだよ、俺。当たるこれ。ゲージが出た方がいいかな、HP 製だったらね。HP 製ではなさそうだけど。ん？スペシャル。スペシャル。よし。ああ、ミサイル強いのか強くないのかよくわかんないな。多分、ボットなんだろうな。お？あ、これはなかなか、この武器はなかなか撃ってる感じいいね。あ、これ、あれ、よく見たら、背中とかなんか、頭とか腕の、弾の装填数が書いてあるね。上ちょっと打ってからにして、リロードしておこう。で、じゃ地図がよくわからない地図が。今、どこに向かってるんだ、俺は。どこに行ってるんだ。D が取られて、C が？え、さっき C 取ってなかったっけ？戻ろう。ちょ、なんか、穴に入っちゃ、穴。いやいや、穴に入っちゃった、これ。このスペシャルはなんでロックされてるの？スペシャルはあれか。スペシャルはミサイルか。ロックオンしないと使えないみたいな感じの。ここが C ってこと？あ、コサックいた、コサック。コサック待て。待ってくれ、コサック。コサック待ってくれ。なんか撃たれてるぞ、コサック撃たれてるぞ。兵器か。私が行く。うわ、いきなりお前。ミサイルやな。なるほどね。いやいやいや、なんだろう、後ろに敵が、いやー、厳しい。俺どこでやれたっけ？ C だよな。よし。C でリスポーン。こういうゲームなのか。これさ、パラシュートつけるとかしないと、これで平気っていうのは、やべ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 。気になるこれ。あれはね、ウォールボとかに比べると、なんつうの、短期間強いっていうか、戦車芸要素的なものが強いんだ。なんか結構すぐやられるな、これ。ジャンプ。よし。ジャンプしたところでかわせなくね？スペシャル、スペシャル、スペシャル。スペシャル行くぞ、スペシャル。スペシャル、スペシャル盛り。よし。これ、勝てんじゃねえ、これ。これはいける。これいけそうな。いやいや、全然ダメ、全然ダメ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。カタストロフィックなんとかって言われた。ああ、このカタストロフィックなんとかって多分スラブ系独特の言い回しだ。死んだじゃん。あれ？でも、俺がこれトップじゃないよね、これ。ビリだよね、これ。これさ、人かどうかってどうやって見んの、これ。見れなくね？このコサック欲しいな。まあ、そんな感じだったよと。じゃあ今日はそんな感じで、じゃあね、またね、バイバイ。